中に生えとるの？そうそうそう。ちょっと見せて、おじちゃんに。やり方、これこうこう出てくるして。出てくるの？そう。ああ、そういうふうに中に生えとるわけか。これおいしい。あのニンニクみたいに。苦い。あ、ほんと苦い。この皮は食べれるけど苦い。どれ、はい、タムでござす。イニトモ。はい、アユだよ。ファミてよ。これでも、これは何、スイカ？メロン？レモン？これもメロン。え、レモン？うちで、うちで。レモンじゃない？まずいね。何したい？あ、痛いか。お前だと柔らかいでな。ちょっと挨拶ね。もちだ。せーの、アサラマレイコムラムトラリブルカート。今日はまたまたおじさんの畑へ来てみんなで写真撮ってねえ、ほいで、あのあれだわ、あるあるもんをな、みんな持っててくださいな、撮って、で、まあ、あの今日はね、そのインドネシアからのお土産ね、お土産ね、お土産持ってきてくれたで、そうそうそう、お土産もらって帰る、で、あれどこ？お土産。お土産は、はい、ちょっと待ってね。あ、ダリパピカ、ダリカ様とも？椅子のところ。これは何これ？あ、それも。これは？ダリパピカね。おっしゃ。これは？あ、ここ置いて。はい、じゃあ。これはあの、ひやひやたちじゃない？あ、弟からね。弟から弟さんに。あ、ほんと。プレゼント。で、これは、開け、ここで開けるの？そうだよ。開けていいと思う。あ、ほんと。弟さんに。まずこれ、お父さん、弟からの。ほじゃ、はい、あの、インドネシアから弟さんが持ってきたもんで、あの、早速呼ばれます、自分も知らないじゃん、これ、これ。私も何も分かんない。知ってる。ちょっと、ほじゃ、ちょっとあれか、ほどいてみるか、はい、で、みんなほじゃ、食べれるもんだったらみんな一つずつ呼ばれな。あ、これ、これ、これなんだ、ケーキか。これすごい、なんかすげえ、書いてあるじゃん、名前。これはコーヒーのあれだな。あ、これはここに置いておく。健康の。これは飲み物ね。健康食品か。ソーガ、ソーガの飲み物。はい。飲み物ね。どうもありがとうございました。で、これ名前、お年寄りの名前書いてあるよ。そう、じっちゃんの名前を書いてある。これ、いやいや。あゆ、読んであげて。これ、あ、あ、すま、弟の娘から、ね。娘から、いやいやだ。あ、ヤヒヤとダリア、そう、弟の子供たちからだって。そうそう、あ、じっちゃんが元気にいれますようにっていう感じ。あ、そうかそうか、元気におりますようにって書いてあるわけだな。そう、みんなから。はいはい、ありがとうございます。あとこれお父さん開けて。あれ。にこれはなんだこれ。そうそうそう、これこれすごい。これがすごい。ペットボトル。ペットボトル？そう、ほじゃあ、これ名前書いてあるよ、おじさんの。おじいちゃんの名前を書いてくれてる。ほら、あの、ひらがなで。ありがとうございます。これ、すげえね、どうやって書けたんだろうね。誰が書いたかね、これ。上手に書いてあるね。弟が書いたんだ。これ、あれか、水筒か。そう、水筒。あ、ほんと。で、これは木から、木から。ああ、木から作ったやつやな。これだけじゃないかな。なんか新鮮、なんかパピック、パピックが、じっちゃんが多分、木からのやつが多分。じゃあこれから、これから畑へ来るとき、こいつに、あの、お茶を入れて、これで、あの、持ってきます。ありがとうございます。よし。すげえね、この名前が。でしょ？名前が書いてあるじゃん。こんな、お前、日本語で。日本語で書いてあるもんね。ゴト
マサユキって上手に書いてあるじゃん、これ。ここですと、この下にあれも書いてある。そう、ロモジャパンの動画の。こういうことは俺読めんだ。ね、あの動画の名前、チャンネル名前ね。我々の家族の名前。はい、ありがとう。で、さっきの飲み物は、お湯入れて飲むやつ。そうだね。あの喉にいいね。喉にいい。あのこれ、これもね、コーヒーみたいな感じだでね。そう。また。これ、あのインドネシアで結構有名。漢方薬みたいな感じだけど、健康、美味しい。じゃあ、健康に。蜂蜜と、生姜と、まあ、いろんな、こういう。いろんなものがこう生えとるだな、これ。健康食品。健康食品だ。インドネシアは甘いもんばっか食ったら。はい。で、これが健康でいる、子供たちが健康、おじいちゃんが健康でいられますようにって。これ2歳だったっけ書いてるんだ。3歳？ 3歳か。いや、3歳。これは読めません。読めません。あゆなが読んでくれました。違うよ、これ お父さん、これ私持ってきた胡椒、お父さん。あ、これいいね。うん、胡椒、ね、これはまあ胡椒なの、それ胡椒だよ、この辛いやつ、辛いやつ。じゃあ、てか唐辛子を胡椒、細かくしてるの胡椒、七味みたいな感じ、七味の感じだ。これは使う、うん、うちで使う。でもすごいあれ辛いから気をつけて、ちょっとずつ使って、ね、ちょこっとずつ入れてよ、使うでいい。うん、ありがとう。クライアントにどこもいいでしょ、かっこいい。はい、いただきます。よいしょ。これとあれ、あとここにあるんだよね。なあ、これだけ暑いとまた、やっぱりあれか、あのインドネシアよりちょっと暑いか。暑い、暑い。インドネシア全然、もう日本来て、びっくりしたもん。本当にもう、外に立ってれんもん。そう、38度だもん。インドネシアは30度ぐらいだもんね。ああ、そんなもんで慣れちゃっとるでいいわな。こっちでも30度だったらだいぶ涼しいぞ。涼しいもんね。それでこれお父さん。これも一杯いただきます、はい、これはね、私は、自分の島の地元のお菓子、地元で作ってるものね。お父さんが食べれそうなやつ、この バナナのあれとか。いろんなお菓子をもらったでね、うちで呼ばれます。テレビを見ながら。テレビを見ながら。いいね。そう、次お父さんあれだよ、これ豆のね、これ前はあれだった。ああ、大豆、あれか、落花生のあれか、これもな、日本の落花生はな、あんまり美味しくないんだな。違う、本当に味がないもん、味がないもん、あのね、蒸し焼きしちゃったるもんな、味が死んじゃってるでよ。こいつはインドネシアのやつだでね、いっぺん呼ばれてみます。そう、それでお父さん、今回これなんだけど、説明してあげて。これモリンガっていう植物よ、私はこれね。モリンガ多分あんまり日本にないけど、でも日本だと結石な野菜っていうのね。これはどうやって食うんだ。これお菓子、お菓子。あ、お菓子か。そう、野菜のお菓子。そう、野菜のお菓子。まあそうそう、体にいい。困っちゃうな、こんな余計もらって。体にいいのよこれ、モリンガ。困っちゃうな。はい、ありがとう。で、一個これ私はこの、これが今植えてる新根のお菓子、せんべい、プチにスライスして揚げてる、あの油で揚げてる。あ、ほんと。それ、うん、今ちょっと私は食べてみて。おいしい。これ芋だな。あそこの芋、うん、あそこの芋、うん、今植えてるやつ、芋のスライスして、で油で揚げてる。インドネシアのやつ、あの食べ物、結構料理作っとるでな。うん、おいしい。これおいしい。おいしい、おいしい。で、そう、あのテレビとか見ながら、そう食べてから、体にいいもん、ね。これ今あの
おじさんの旗で作っとるで、またできたらまた連絡します。連絡します。取れたらね、この、はい、一生懸命旗で作っとります。だいぶ背丈ぐらいになっとりますでね。旗で取れたらまた連絡するでね。うまい。またお父さんテレビ見ながらやろうか。腹が減ってるだけでいいじゃない。じゃあこれもしまっとこうか。あるな、ね、あこれも、うん、ありがとうありがとう、うん、あ、ここへよいしょっと、ありがとうございました。で、もう一個果物、果物ちょっと持ってきて、そうそうそう、ここでちょっと食べてもらいたい。あれ一番美味しいの、あれインドネシアのあれか。そう、あれだよ、このぐらいのあれ。だからお父さんが一回見て、あれ見たことあるかどうか。ちょっと楽しみ、ちょっと黙っとってほいじゃ、黙ってみ、ちょっと見てて。だと思うよ。黙って見せて、当てるで。当てる。うん、美味しい。本当。皮が。そうだね。いい。うん。あれだもん。何？あれだよ。違う、それ違う。あ、違う。これお父さん、これマンゴスティン。そうだよ。ほら、合ってるじゃん。そう、皮が顔にいいの？そう、顔にいい。あれピルネ。うん。これマンゴスティン。Ini teman-teman karena kita enggak bisa bawa dari Indonesia, saya beli di Amazon. Nah, あれだ。これこのままこのまま仏さんにあげるで、このままにしとけ。うん。これ違う、まだ1個あるよ。だからこれここで食べるやつ。ここで食べるの？はい、ここでみんなで食べる。これみんなで食べる？はい。もう1個パカるもんで。お母さんに。よし。もう1個ある。はい、食べよ。はい。おい。わあ、久しぶり。久しぶり。食べなかったよ。ない。インドネシアのやつ。これはおお。やるか。いるかって私。やるか。ここ。見せてあゆ。ここが一二三四五個入ってる中身が。何が種がか、食べるやつが1、2、3、4、5、5個。へえ、じっちゃんはどこれ、こんな裏あ裏、そう、おお、よ、1、2、3、4、5、6個、7入ってるってこと、中に入っとるの。そうそうそう、ちょっと見せて、おじちゃんに。あ、やり方、これこうこう出てすぎて出てくるぞ。そう。ああ、そういうふうに中へ生えとるわけか。これ美味しい。ああ、ニンニクみたいに。甘い。もうこれ甘い私は。ニンニクだね。ニンニク見てください。落ちちゃったか。はいや、旗だ。ここで。あ、これこれこれであるか。甘い、美味しい。あんた方インドネシアで食っとるで、あれだろ。こんな皮はこっちしてちゃう。皮はゴミで。じゃあお父さん、こういう風になってるやつは食べちゃダメだから。どれ？あ、でもお父さんのやつ綺麗だから。綺麗だから。あ、あれか。うんじゃっとるか。そういうこともあらな。これ種があっても食べれるよね、この種。ダメ。これ種食べれない？ちょっと硬い方はダメ。あ、種があると食べれるよ。これは食べれる。美味しい。甘い。うん、食べれるよ。甘いね。おう、インドネシアのやつはみんな何でも俺食べれる。こんな日本に取れへんで、お前偉いあれ。こんな風になっとるのか。もう食っちゃった。早いの。あっか。
種が食べれないね、私は。種はもしあったら。種ない。ない。うん。そう。美味しかったよ。うん、このマンゴー美味しかった、マンゴー。うん、マンゴー、はい。皮はめちゃめちゃ苦い。あ、ほんと。苦い。この皮は食べれるけど苦い。どれ、苦い。これおとさん、うん、ここに、うん、袋を取る、うん、ここ入れといて、そのままで。なんか吸ってる、寒いです。酸っぱいでしょ。これ、あの、あれだな、うん、鳥に取られんようにや、こうやって苦い、苦い、うん、あ、その皮をね、こ皮がこう、鳥がつついてさ、中の、うん、な、身を、身を食べようとするだけど、うん、ここつついて苦いもんで、これ、ほんでみんな食べんもんで、これインドネシアでこれ残っとるだわ、これ、うん、マンゴーだと食べられちゃう、おーおー、マンゴーは熟しちゃうと食べられちゃう。あ、ほっか、あ、うまい、美味しかった、うまい、食べて。やっぱ皮は苦い。食べれない皮は。苦い。食べれる。苦い。ああ、薬。ああ、薬、薬。胃の薬だ。そのまま行っちゃう。ああ、そうやっていっぺんに買う。たまんない。ちょっと贅沢食いだよね。もう何とも言えんだ。いいよ、これはこうやってきゃ燃やすで、またの、この土手に置いてたら集めて燃やすで。あっか。で、うん、あ、まああれだわ。アミは、アミはあれか、今学校いつまで休みだ。来週、金曜日から来週23日。ちっちゃん、8よ、アミがアミって分かる。おー、まあ、まあ、ちょっと覚えてきたぞ。おー、おめでとう、イエーイ。アミナと、アイ、アイナと、アイナと、アミナは、まあ、覚えてきたぞ。よかった。おー、覚えてきたぞ。お、今からよ、店開いとるだ。